皆さんこんにちは、川田です。カルピのパチ代稼ぐ配信やっていきましょう。とんでもないゲームだなこのゲームニコニコのゲーム集まるでプレイしてるんですけども、ゲーム集まるゲーム自体にギフトを送れるんですよね。そのポイント、まあマニーですよね。それが実際このゲームの内容に関係してくるらしいです。出勤日初キス、わあ、そういうのまでチェキに残してある、怖っ。あー、どうかな、みんな見えてる、見えてる見えてる、目すごいな。配信者ちゃんにコメントを送ろう。つまりカルピとはまた別の人が、カルピイコールプレイヤーかと思ったけども、ね、プレイヤーカルピでこの子に稼がせる的な、そういう紐的なゲームかと思ったけど違うんだね。見えてるよ、バッチリ、完璧んご。さあコメント流れるかな。よかった、コメントありがとう、カーラさん。お、やったー、名前呼んでもらえた、動く。こんばんは、配信者ちゃんです。常連さんもご新規さんも、今日も寝れない人たちはいろいろお話ししようね。好き、好感度、お、これはゴフトか、ゴフトギフトが、ギフトありがとうございます。お金おいしいです。じゃあ今日はね、この話しちゃおうかな。今日馬先の馬先、そんな馬刺しみたいな言い方すんの、バイト先のことを。店長にね、明日から来なくていいって言われちゃいましたえ、それってクビってことまあそうだよね。でもいいの、店長変わってから職場の空気悪くなったし。というかやばい、収入ゼロなんだけど。あ、これは投げ銭をしてあげて、この子の生活費を確保してあげなきゃ。これじゃあカルピにパチ代渡せないよ。はあ、それ言っちゃダメ。え、彼氏いんの聞こえちゃった。うん、言ってなかったけど、カルピとはラブラブカルピはね、すっごく私のことが好きなんだもう BGM が悲しすぎるんだけど。ライムも5分以内に返信しないと怒るくらいなのとんでもねえ。変だよね、一緒に住んでんだから直接話してくれればいいのに。しかも同棲。それでカルピの将来の夢、パチプロなんだって。夢を叶えるために近所の大きいパチンコ屋さんに毎日通っててクズ彼氏。それでパチプロになるには軍資金が必要らしいの。だから私、カルピに毎日1万円渡さないとなんだ。生活費すらないのに。今リスナーのみんな、何かいい方法ないかな。それともギフト送れるの、送ろうという リスナーが他にいるの。今から朝まで働けるバイトとか、ちゃちゃっとお金稼ぐ方法とか、アドバイスください。セーブする。セーブができる選択肢ってことは、ここが大事なんだろうな。投げ銭をもらったらと提案する。投げ銭をもらったら、あ、そっか、ギフト機能あるんだよね。みんなから有料ギフトもらったら、1万円分になるかも。これ使って、好き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 。モルカーじゃん、この。お金のやつ。ちょうど先日、モルカーの映画 4DX で見てきたよ。みんな、ありがとう、嬉しい。これで明日もなんとかなるよ。じゃあ、今日はお歌のリクエスト、めっちゃ聞いちゃう。じゃあ、デトロイトメタルシティの殺害、もしくはメス豚行進曲、もしくは陰獣伝歌って。歌ってほしい曲書いてね。選択肢ないんですか。翌日、みんな昨日はありがとう。 BGM これカレピも喜んでたよ。まあ今日は負けたって怒ってたけど、これ怒って八つ当たりでここら辺にさ、なんかあざとかできてない、大丈夫。それでごめん、みんなまた力を貸して顔を。実はね、明日までに1万と5000円必要で1万円と2000円あったら愛してるでもそれだと3000円足りないな。そのスパチャ、相手のためになってないかも。エンド2、損と嘘、もう一つエンドこなしちゃった。あれじゃダメだったのか。で、このエンド10っていうのがいくらだっけかな。あ、これですね。このゲームの累計ギフトが500を超えるとエンド10が解放されますっていうね。全プレイヤーからの総ポイントで計算するので、無課金でもいずれはエンド10が到達できますと。おお個別ごとに500ポイント入れると、なんか得点というかあるらしいよ。
お、そしてギフト支援ランキングに下の前がおりますな。まあここの選択肢からでいいのかな。もう別れろ別れろ。あ、別れる。彼ピト。でもそんなのできるかな。別れてもらえるかな。タレビに聞いてもらえるかちょっとわからないんだけど、リスナーのみんなはどうすればいいと思う？ここでもセーブか。優しいね。そうだね、実力行使いいですね。うん、君タイトル画面で何かさ光るものを持っていたよね。あれ使えると思うよ。実力行使、それでいいと思う？コメントでどうせ話聞かないよ、一回殴った方がいい。そっか。みんな、ちょっと待ってね。お、応援うちわだ。ここにあるんだ。ご神用の。はぁ、リボンがかわいい。じゃーん、マジカル包丁てっててん。じゃあ、カルピー、今、1階だから。お、二層式の家とかに住んでるのかな。ちょっと行ってくるね。あー、彼氏がちょっと。あちらの世界に行ってくるね。ここのコメントも見たいな。なんか表示させてほしいね。え、どうしたのとか、カレピ逃げてとか。はあ、あは、できた、別れられた。これグッドエンドじゃないですか。あれ、みんなどうしたの。はーい、解決してるけども解決していないよ。確かに。エンド3、なぜ人を殺しちゃいけないのだろうか。愚問だな。じゃあまあせっかくだからさっきのところから相談、彼氏とちゃんと話そう。相談しよう、そうしよう。まあリスナーとみね、相談してもらえれば。相談か。でも相手がな。私に相談相手なんて。お、友達両親。まあここはもう、うん、スパンが早いからセーブなしでもどんどんいけるでしょう。友達？あ、そうだ。カールさん、ありがとう。友達いた。待ってね、紹介する。人形かな、それとも昔の彼氏の剥製とかかな。じゃーん、友達のマリアちゃん。ねえ、カレピに毎日1万円あげないと怒られるの。どうしよう。え、マリアちゃん、ひどいよ。なんでそんなこと言うの。友達だって言ったじゃない。ひどいよ、今までのマリアちゃんそんなこと言わなかったのに。なんで、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 おい、うるせえぞ、メタルか。そんな名前なの、すげえ。あ、ちょっと本名。本名に思われない、それも。うるせえ、夜中に騒ぐな、邪魔してこい。差しに行かなきゃ。ごめん、リスナーのみんな、席外すね。ちょっとマジカル包丁持った？結局、配信者ちゃんが戻ってくることはなかった。どうなったんだろう、相打ちかな。配信者ちゃんにと、え、人間の友達はいないよ。エンド4、東京テディベア。なんかそんな感じのでさ、検索しちゃいけないワードあったよね。なんだっけ、インランテディベアだっけ。あ、検索しない方がいいですよ。じゃあこっから、ちゃんと話そう。無理だと思うんだよな。彼氏とちゃんと話す方？私自信ないかもな。カレピの言ってること最近よくわかんないし、ちゃんと話せるかな。よし、彼氏と一緒にパチ打とう。共通の趣味を。私パチやったことないよ。俺もやったことないんだよな。でも確かにカレピの好きなものちゃんと知らないかも。歩み寄りだよね、こういう時って。まずはカレピが毎日行くくらい好きなものを体験しないと。一条のやっているあのカジノかな。沼打たなきゃ。リスナーのみんなありがとう。私やってみる。数週間後。あはははははは、みんな久しぶり。最近ね、カリピと通ってんだ、パチンコ屋さん。でもなかなか勝てなくて、結局服とかグッズとか売って軍資金稼いでるの。体は売るなよ。でも明日は勝てる気がする。頑張ってくるね。負けてるやつの上等句。あとあれだよね、トータルでは勝ってる。ギャンブルはほどほどに。エンド6、レンちゃんパパ。パパをつけちゃいけない。
レンちゃんパパはほんとね、悲しくなるよね、あれは。読んだけど。相談しようで、じゃあ両親とか、でもいないとかかな。親か、川田さんが言うなら。お、サブが。あ、お母さん、あのね。ごめんね。ごめんね。え？私が頼りなくて、ごめんね。いや、どうしたの？お母さん、逃げちゃったの。もう、限界、マジ無理ぽ。だから、あなたも早く。あれかな、お金に苦しんで、今、連単してますみたいな状態なのかな。いや、だから、あ、向こうでも。おい、何してる、こっち来い。わー、お父さん。え？どういうこと？父さん入ってこないでよ。うるさい、あいつがいないんだ。お前、居所知ってんだろ。これは親とも同居してんの？これ知らない。え？どういうことだこれ。配信が切れた。向こうの PC に何かあったようだ。あれかな、お母さんが蒸発していなくなっちゃって、でお父さんが、まあ、この娘の家に上がり込んで、あいつの居場所知らないかって来たのか。配信者ちゃんは二度と配信サイトに戻ってくることはなかった。怖い怖い。本当に彼氏と暮らしているのかな。エンド4。Father knows best。 これいいエンドが2つあるらしいから、とりあえず1つはいいエンド見てみたいな。